2013年王位継承法は、イギリス議会の制定法である。これは、2011年のパース協定に従い、イギリス王位継承順位に関して、従来の法規範であった1701年王位継承法を改正する法律である。正式名称は、王位継承を性別によらないものとし、王族の婚姻に関する規定を設ける等の法律。この法律により、 2011年10月28日以降に誕生する大井継承資格を持つ人物について男子優先の長子相続性にとって変わり絶対的長子相続性を取ることとなったこれは性別に関係なく最年長の子供が継承順位の上位につくことを意味しているまたカトリック教徒との結婚による大井継承資格の喪失を廃止し 王位継承順位の最上位6人以外は国王による結婚承認が不要となった。2013年王位継承法は他の英連邦各国の法制におけるパース協定の実施と同時に2015年3月26日に施行された。1701年の王位継承法の下でイングランド王国の王位はエリザベス・スチュアートの末娘でハノー・ファー選定テ エルンスト・アウグストの日になった、ゾフィー・ホーン・デアプ・ファルツと、その直系の継承者、つまり、スチュアート家の血統の者の,のみに次ぐ資格があると、決められた。この言い回しは、イングランドのコモンロウの下で、男子優先の長子相続性を示していると、理解されており、それは、兄弟が、多い継承順位で姉妹より、上位にあることを意味している。年の多い継承法はまた、 法王教徒がイギリスの王位を継ぐことを妨げ、カトリック教徒と結婚した人々を継承順位から除外した。2011年12月にオーストラリアのパウスで出された同年10月28日の声明は議会庶民院の委員会の報告書に掲載された。このレポートによって改革の方針が示された。さらに2012年12月4日、副首相であったニック・クレグが 大井継承について新しい法案を提出するとして説明を行った。議案は同年12月13日に発表され、庶民院と貴族院の両院を通過した後、2013年4月25日の議会の閉会直前にエリザベス二世女上の採荷を受けた。2013年3月27日までに2013年の大井継承法として、 カナダ議会の議案の承認はすでにカナダ上であるエリザベス2世議の採下を受けていた。本法により2011年10月28日のパース協定以降に誕生した男性は継承順位において彼らの姉の上位にはなれなくなった。この変更がパース協定以前に誕生したものに遡って適用されないのは直近の多い継承順位に 大きな影響を及ぼさないためであるが、パース協定から実際の法改正までには2年を要したため、この間に誕生した一部の会の多い継承者は変更の影響を受けている。そのうち多い継承順位が最上位だったのはレリ、デイビナ・ルイスの息子とネと娘のセナであり、二人は順位がそれぞれ29位と28位に逆転した。カトリック教徒と結婚することにより、 王位を継承する資格を喪失することはなくなった。議案が施行された時、カトリック教徒と結婚することによって継承順位を失っていた人々は、王位継承ができる地位に復帰すると説明されたが、王位を継承する現実的な見込みがある人々はこれに影響を受けなかったとも説明された。法律の施行時の変化によって、新しい継承順位において影響を受けた最初の人物は、 セントアンドルーズ伯爵ジョージ・ウィンザーである。彼は1988年にカトリック教徒と結婚していたが、ケント公エドワードに続く、継承順位34位の地位に復帰した。プロテスタントであることを国王に要求している王位、継承法の規定は引き続き残る。1772年王室婚姻法は廃止される。代わりに、王位継承順位における、 最上位の6人だけは国王による結婚の承認を必要とする。この場合、国王の許可を得ずに結婚をすると、結婚した本人及び許可がない結婚から誕生した子孫は多い継承権が喪失する。結婚そのものは法的に有効である。つまり本人は結婚が許されない場合。 身分を捨てて結婚するか、継承権を維持して、結婚を諦めるかを天秤にかけることになる。ありがとうございます。